婚活を本気で応援したいという企画になっております。マッチングいたしました。マッチングできました。もうこれ付き合ってるじゃろ。これ会ってきました。皆さんこんばんは。そしてメリークリスマスということで、本日の中尾藩 YouTube 劇場はクリスマスデートプラン体験。芸人ガチ婚活に参加いただいているブロードキャスト吉村さんと、チャッピーのアイパー滝沢さんのガチのクリスマスにするデートプラン、そしてその日の衣装というか格好ですね。で、対決をしてもらって、どちらの方が女子受けするのか、どちらの方がいいかというところを見ていただきつつ、皆さんにもどうやこうや言っていただければなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回も、その審査、並びに、批評などをしていただく担当はこちらの恋愛マスターの一時さんになっております。一時さんどうぞお願いします。お願いします。どうも一時さんお願いします。いやもういいんですよ、この俺が入ってる毎回イタつくでしょということで、はい、まあ、今回も一時さんに入っていただいて、わかりました。デートプランとして格好こんな感じで、の方がいいんじゃないかと、はい、などを含めてアドバイスなどもしていただきつつ、お願いします。評価をいただければと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。勝負服コーデ。あら、着ていただいておりますので。おじさまの勝負服を。はい、まずはじゃあ吉村さんお願いします。はい。どうも、はい、皆さん、ブロードキャスター吉村がバスは幸せになろうよ。はい、受けたよ。ありがとうございます。受けたんじゃない。なるほどなるほど、はい、あ、こういう感じなんですね。私ちょっとセットアップを。なるほどなるほどなるほど。ちょっとあれですね、可愛らしさ系の可愛げだし、このね、セットアップがすごくね、はい、女子に、女子受けが半端なくいいんですよ。なるほどなるほど。みんな今までの経験上、今まで本当にこの戦歴もう全勝してるぐらいの。な、え、そんなハードル上げますね知らないんですよ、この後。いやでもね、こう可愛いって言って、このサイズ感、丈感、このクラッシュ感、そんでデザイン、その感じが、はい、で、この冬っぽい、はいはい、この、コーデュロイの感じだったり、ね、色合いといい、いいんですよ。で、まあ、この、はい、まあ、これはまあ別にあのこうでもこうもできますし、はい、これはこういうね、はい、あのバケハじゃないけども、はいはい、ちょっとあれで、まあ、これ本当は前髪下ろしたかったんですけどね、はいはい、今上げたまま。で、まあ、女子受けはやっぱパーカー、パーカーね、パーカーはやっぱり女子に受けるんで、はいはいはい、いいなっていうところと、まあ、あのキャラクターものですね、はい、これ中はね、中は誰かが知ってるキャラクターを入れて、はい、このキャラクターもので、はいはい、キャラクターものの中でも一応こうカーリングをやってるタイプのコラボなんですよ。お、なるほどなるほど。これ売ってないんですよ。ロコソラーレさんとのコラボでした。なんで吉村さん、はい、そのキャラクターちょっとカメラ映さないんで配信上は全部モザイクなんです。そうやっちゃってた。だからマジちょっと本当にできてしまう思ったんですけどこの人マジ芸歴何年目だろういや分かるだろうと思いましたけど。いやでもこれね、ごめんなさい、まあ、リアルだ、リアルだからね。そう、リアルにどうしても来たかった。分かってたんですよ、はい、分かったんですけど、その受けという意味で、わかります、パーカー、そしてこの色合い、はい、このまあニューバランスとの合わせた感じと、はいはい、あとキャラクターものの可愛いでもってこれ限定だっていうこだわり、はい、服が好きというそこをね見せたかったんです。わかりました。こうすればいいですね今ここからの一応相手で丁寧一回見ていただいて、それを見せたかったんです、はい、なのでこの感じ。じゃあちょっともう今日のポイントとしては、はい、もうバリバリ女子受けを意識したって格好で大丈夫ですね。あ、もちろんもちろん、はいはい、もちろんデートなんでね、はい、デートわかりましたけど、これでもだいぶね、うん、攻めてるというか、だいぶ好き嫌いは分かれそうな、あ、まあね、そのセットアップでありますけども、結構ガラガラはしてるじゃないですか。ガラガラはしてる。なのでちょっとね、服が好きなんでしょうがないですよね。まあ、今回女性の、ね、吉本社員がいますんで、はい、後ほどアイパーさんが、はい、見ていただいた後に、はい、いろいろとコメントもらおうかなと、なるほど、思ってますんで、ちょっとお楽しみに、はい、了解です。ではアイパーさんお願いします。はい、はい、どうぞ。どうもアイパー滝沢、改め滝沢厚志です。よろしくお願いします。出ました。なるほどなるほどなるほど。だいぶやっぱイメージ変わりますね。イメージ変わります。まずアイパーさんのこれ私服の時点で、はい、もうイメージがなかったんで、あ、ね、こういう私服着るんだっていう。全然着ますよ俺は。こういうのアイパー下ろしてる感じとか。なるほどなるほど。結構今回のちょっと
ポイントはどんな感じですか？ポイントですか？はい、まあ、総合的に言うと、はい、渋谷にいる大学生真似してるんですけど。大学生おっちゃん。まあ、ポイントは、まあ、クリスマスですから。ちょっとね。クリスマスカラーのコート。確かに。はい。年に1回しか着てません、これ。クリスマス用。クリスマス用。クリスマスデートができなかったら、もう1年間着ない。着ることない。なるほど。で、まあ、最大のポイントはこれですね。はいはい、このニット、手編みのニットということで。自分で編んだやつです、これ。おこれはいい。自分すごいっすね、うん、ちょっと丈感長めですね。ちょっとそう長め、あ、今そう大きいの流行ってるでしょ。これポイントですね。ポイントです。普通この辺だけど、ちょっとあえて長めにしてるという。そういうこと、そういうこと。自分であったら、そういうことでございます。こんな格好で出るのがすごい恥ずかしいですよ。あ、でもなんでで髪型がね、そうなかなか見れない、なかなかおろさないですからね。ありがとうございます。今日は、中尾班の女子マネージャーの皆さんもいますので、お二人のその服、ちょっと感想、結局ここですから。そうです、結局ここで自分たちとね、そうですよ、自分ではいいと思って着てるわけですよ、うん、これが全然ダメってなるのか、もしかして、確かに、あ、かっこいいとかなるのか、うん、間違いない。確かにね、さっき俺受けましたけどね、うん、女子目線大事ですからね、はい、もうこれ皆さん、あの本当にもう忖度なしでちゃんと正直な気持ちで、うん、吉村さんは、はい、ニューバランスはいいと思います。あ、ニューバランス、バランスはちょっと待ってください。ってことは、まさかならこの結構自信を持ってて上半身というか900番台履いてんだなと思って。え、あ、そうです。あ、確かにね、こだわりがあるんだ。あ、そうなんだ。それ以外はちょっとあんまり。あ、あんまり好きではない。すごい吉村さんは似合ってると思うんですけど、デートでこれ着たらちょっと嫌だ。嫌なんだ。ちょっとガチャガチャしてると思ってた。可愛いよ。可愛いですけどね。可愛いと思うし、吉村さんだからいいんですけど、デートで来られたら嫌です。そうなんだ。辛辣な、一人目から辛辣なコメントが。やばい。来ましたけれども。自信満々だったら服好きな感じも出してさ。出してもらって。やばい。この服で自分が横に歩くって考えたら、うん、自分も相当こうこだわり持ってる人じゃないと、うん、ちょっと気まずい。後半の二人がうなずきまくってる。まあまあまあ、で自分の好みでいいですからね。そうですよ、もちろん。お二人は、残りのお二人は、吉村さんっぽいなって、可愛いなとすごい思ったんですけど、はい、そうですね、クリスマスでちょっとこれだったらどうしようかなって。帰る、帰っちゃう。どうしようかな、クリスマスにこれで現れたらどうしようかな。あれ、どうです、吉村。私、吉村ね、クリスマスデートのコーディネートって言ったので、はい、それだとするとちょっと微妙かな。なるほどね。そうか、クリスマスなければ別に、クリスマスっていうのは1個乗ってますか。とかだったら、まあ、吉村さんのキャラクターもあるし、はい、なんか、あ、普段こういう服なのかなって思うんですけど、はいはい、クリスマスで待ち合わせで吉村さんのこの格好で来たら、はい、あ、ディナーとかは今日ないのかなとか。あ、確かにね。そうだよ、そうです。確かに、そうそうそう。するする、これで。こんな帽子かぶっていかないですもんね。こんなパーカーで行くわけないですもんね。いや、これはね、まあ、ごめんなさい。これ、野外フェス行くやつですよ。これちょっとね、アンバランスかもしれない。まさかのこの女性さんの頭が、もうちょっとケチョンケチョンでしたね。でもね、この自分、もうこんな後付けみたいになっちゃいますけど、はい、僕も出てきた瞬間に、はい、これマジかと思っちゃう。しかもよく、あ、もう本当に振り返ってほしいんですけど、相当な自信満々な感じで、すっげえ受けいいっすよみたいな、うん、こいつやべえなとか思っちゃって、ちょっと見てはいきましょう。巻き戻して見ないでほしい。じゃあちょっとワイパーですか。そうですね、一方。あ、すごい似合ってると思うし。あ、似合ってます？いいと思うんですけど、普段の方がいいです。普段のワイパーさんの格好、和柄の子がかっこいい。あれでいいんです。じゃあ聞きますよ。和柄の服が良くて、これじゃデートできないんですか。うん、そうだよ。和柄じゃデートできるってことですか。しかも和柄で、和柄ができてこれできんってどういうことよ。え、クリスマスですよ。なんかあんまり、あれ、似合ってない。あ、似合ってない。どっちどっち。似合ってる。似合ってない。いや、いいんです。これ服自体問題ないと。服自体は問題なく、これはだから別の感じの方が着てたらいいけど、ね、まあ、アイパーさんが似合ってる、似合ってるかどうかって言ったら、ちょっと似合ってはない。あんま似合ってない。いや、まあ、そうそう。ちょっと、普段のあれもあるしね。しょうがない。TPO 的にめちゃめちゃ、多分クリスマス。クリスマス。はい、TPO 合ってるし、なんかいいかなと思ったんですけど、はい、確かにあの普段のイメージとタイプが、いいんですけど、そのあんな感じが好きな方が、なるほどなるほど、あ、そうですね、
そっか、だからあれからその多分ですけど、普段とガラッと変わったところで、ちょっと大人っぽいけど可愛らしさもあるところでギャップを狙おうと思ったらと思うんですけど、それがうまい方向に転がってる。なるほどね。ギャップはめちゃくちゃいいんで、普段からね、はい、そのギャップだけでどこまでいけるかっていう話。あと、どういうことそれは。アイカーさんの、はい、このネタとかを全く知らずに、はい、確かにね、こう来たら、無難です。無難ね、はい、それはわかる、それはわかる。なるほど、なるほど。そうですね。だからアイカーさん知ってれば逆にいい方向に働く可能性はあるけど、その手編みのセーターとかも、はい、まあ、エピソードの一つになるし、うんうん、なんか話せるなと思うんですけど、何ですかね、バランス、なんかジャケットがなんか多分ちっちゃくて、これあ、これがね、そうなの、あ、そういうことか。僕もこの中の丈の感じをするんだったら、僕はパンツはタイトにしてほしい。そうですね、僕はパンツはシュッとしてほしい。ここね、もっとね、オーバーサイズの方がいい、サイズ。誰が言ってるんですか。あなたはファッションについて一言も喋んないでください。まあね、ちょっと待ってください。まさかのですね、はい、はい、2人とも結構な酷評されるそうです。どっちですか。ま、でもね、この2人が酷評されたのもまさに、でも本当にこの企画にぴったりだなと。だからいないんだな相手はっていうと、その恥ずかしい、なので変に自信だけは持っているというか、恥ずかしい、恥ずかしい、あるんで。はい、ということで、はい、コーディネートをね、はい、先ほど見ていただいたんですけど、はい、大事なのはデートプランです。そうですね、これですね、あくまでも一番大事なプランですから、はい、それを聞いてもらった上で、はい、後で、先ほど の女子マネージャーの皆さんにですね、うん、どっちが良かったかって、はいはいはい、込みでね、はい、はい、なるほどね、はい、では発表してもらいましょうかね。考えてきましたよ。でまずはじゃあ、アイパーさん、アイパーさん、わかりました、はい、ちょっと行きましょうかね、はい、じゃあ、はい、アイパー滝沢のクリスマスデート裁縫プラン。おぉ、クリップレートみたいなやつですね。ちょっとね、はい、やっぱ気合い入れますから、はい、クリスマス、ね、ま、そう、だいぶ早い時間に集まりさせてください。お、12月24日これもだからプラン、きちっと出るか京都出るかありますからね。12月24日、はい、まず12時にイブ新宿ギャップ前集合でございます。だってこれ吉本の学園祭に行く時の、それは学祭行くでしょ。それは良くない。その学祭のバス乗って行くでしょ。そのイメージは良くないよ。そういう風に埼玉県の草加の方まで行く。だから吉本芸人さん好きな人はギャップ前に貼ってれば絶対大事に会えますから。あ、そうじゃない、それはイメージが悪い、それはダメ、そういうことじゃないです。俺車で行きますから。でもそんなめっちゃ早いわけじゃないですよ。そうよ、朝6時とかなのかも。その感じで行ったら12時に車で迎えに行きます。車ドライブデートですね。で、やっぱね、ドライブは女性も好きだと思うんですよ、ドライブは。はいはいはい、ね、ドライブいいね。ドライブでまず最初に首都高をドライブデートします。おお、なるほど。首都高を一周しながら、あ、ほら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 、東京タワーだよ、ここ。あ、ここ俺んちとこだよ。はいはい。ああ、でね、海ほたるの方まで行って、はい、とか、はい、湾岸ずっと向こう行って、あ、ディズニーランド見えるよ。はいはいはい。案内します、アイパーさんのドライブテクニック。だいぶね、はい、テクニック持ってるんですよ。あんまイメージない。車運転うまいんですよ。へー。そうなんですね。飛ばすわけでもないですよ。はい。まあ、それはもちろんね、はい、安全運転で。で、デートですから、もちろん、この日だけは煽り運転もしません。そりゃそう。普段してんのかい。普段してんのかい。普段はもうこれ問題。ババババババ。まあ、そういうことは、あったりなかったり。あったりなかったり。で、ドライブデートしながら、はい、で、まあ、途中、海ホタルでパーキングで。特に目的地はないわけですね、特に。そう。はい、パーキングとかでお茶しながらね、はい、流すの、海を見ながらお茶したりとかします、はい、で、いい頃合いになって、もう夕方になって、まあ、5時ぐらいまで走ってます。いや、もう長いな。5時間走んの。5時間長いな。いや、もうお茶もありつつよ、お茶もありつつ。クリスマスですから、夕、はい、暗くなってきたら、はい、まず表参道でイルミネーション、はい、近っ。いや、まだ新宿から近かった、めっちゃ一回戻ってくるから。え、回ってくる。5時間回ってすぐ横近っ。待て表参道のはいいよ、確かに。表参道おしゃれよ。そう、場所いいよ。あそこを車で通ります。ちょっとびっくりしちゃったの、すいません。車で通ります。はいはいはい。女子はイルミネーション大好き。そりゃそう、そりゃそうです、そりゃそうですよ。その後に渋谷の青の洞窟のイルミネーション、あれだ。これは、まあ確かに近いですよ。はい、近いですよ。だけどでもいいですよね。この場合は車とかじゃなく、ね、代々木公園あたりに車を置いて2人で歩きながらのデートになります。あ、車使わないですね、ここはね、降りる。あ、もう、ね、
ね、表参道は普通のなんつうのゴールドの、はい、イルミネーションかな、はいはいはい、で渋谷は青ですよ。そうですね、うんうん、これもいい素敵ですよ ね, すね。そういうこの素敵じゃないですか。でこの後に違いがね、はい、で19時にやっぱ渋谷の肉丸でローストビーフを食べます。ああなるほどなるほど、ローストビーフね。クリスマスって言ったらローストビーフですよね。とかね、まあ、チキンとか、まあ、お肉のイメージありますよね。シュラスコああいいじゃないですか。とか、はいはいはい、そういうことですよ。いいですよ。お肉食べますよ。いいですよ。もちろんお肉食べたくなったらお野菜もいっぱい食べなって言います、はい、もちろんもちろん、はい、はい、ちゃんとやってますよ、はい、でその後食べた後ですよ、はい、続きはこちら21時に横浜赤レンガ倉庫でめちゃくちゃ移動するやん。めっちゃ移動した。めちゃくちゃ移動するやん。何これ。しかもどういうこと。19時に肉丸ってことは、うん、だいたい飯とかご飯とかって喋ったら2時間ぐらいするじゃないですか。そうよ。もうだって赤レンガ21時に帰るってことは結構急いでシラスコ食べてこれ高速めっちゃ早い。もうシラスコ40分ぐらいしか時間ないですから。そこは横浜まで行くの。また行きます、行きます。赤レンガなんてめっちゃ行くじゃん。赤レンガなんておしゃれの代名詞。おしゃれおしゃれおしゃれ、わかりますよ。めちゃくちゃ素敵よ。でしかもイルミネーションやってるんですよ。赤レンガ素敵。そうよ、わかりますよ。赤い今度はイルミネーション見れるんですよ。はいはい、ね、でこの後ですよ。まだあるんだ、はい、見過ぎだ。ここから大事。お23時はいはいはい、23時になったらもうちょっと相模原の方行かせてください。ええ相模原にある宮ヶ瀬ダムにあるイルミネーションを見に行きます。どんだけイルミネーション見んだよね。また移動。でっかいツリーがあるんですよ。でもね、でっかいツリーが有名な。僕ここね結構行くんですよ。俺も行くよ。めちゃくちゃいいですよね。めちゃくちゃいい。ここむちゃくちゃいい。あ、そう。だから俺から言わせると今までの何またイルミネーション、うん、っていうことになるけど、見た瞬間に感動するぐらいの巨大な、はい、クリスマスツリーがあったりして、はい、お祭りなんですよ。で、まだあるんですね。で、もう、はい、で、もうメロメロですよ、彼女は、はい、こんだけイルミネーション見られた。イルミネーションの力は待って、はいはいはい、で、最後にフィニッシュとして24時横浜町田インターのところにあるホテル九進ストーブに行って、はいはい、ゴールイン。あああ、じゃあすげえ滑っちゃった。いや滑ってんじゃないですよ。もう皆さん疲れてるだけ。ぐちゃぐちゃ移動なんかこの中だけでもめっちゃ移動したから。なるほど。でも楽しいじゃん。だって1日、2022年の12月24日もう二度と来ないんですよ。そうですよ。じゃあ僕言わせてもらっていいですか。結構僕の結構好きなクリスマスデートというか、そのやっぱ家でこうホームパーティーをするみたいなパターンもあるじゃないですか、はいはいはい、でも結構そのアウトドアに行くパターンもあって、はい、こっちどっちかってアウトドアのパターンなんですけど、僕は結構クリスマスこそ、うん、あのカップルがいるようなところに行きたいと思うタイプなんですよ、うん、これなんでかっていうと、やっぱりカップルを見ることによって、はい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 、自分の横にいる女性男性を見て、あ、僕の彼氏彼女この人なんだっていうのを再認識するというか、うんうんうん、そこでなんかほっこりするというか、うん、そういうのを味わいたいから、はい、新鮮な気持ちを、はい、なのでベタなところに行くっていうのが僕すごい好きなんですよ、はい、だけど、うん、あの1個でいいなっていうのちょっとその本当にもう、まあ、一生今まで本当に、ね、捕まってましたってその十何年捕まってもう10年捕まった人が久しぶりのクリスマスでもう全部詰め込んじゃいましたみたいな10年分みたいなデートにはなっちゃってるんで、まあ、いつ捕まるか分かんないけど今のうちにいやいやいや、いい、女なんてイルミネーション見さしたっていいんだよ。いやもう1個でいいです。1個でまた確実に言えるのが、前半のドライブは絶対にいらないです。え、朝の5時間やっぱりその楽しいよ。やっぱそのドライブ好きだとはいえ、例えばそのじゃ江ノ島のどこどこに向かいます、その道中のドライブは目的地もあるから楽しめますけど、ね、無駄に走る、これってもう山手線ぐるぐる回ってるのと一緒ですから。電車で無駄じゃないです。無駄とか言わないでください。楽しいんだよ。でも一個一個のスポットはベタだけれども、いいでしょ、女性喜ぶと思いますよ。赤レンガだったり宮崎ダムだったりとか。マジで自信あります。最後のこのね、でホテルに行っちゃってゴールインなんて最高。もうメロメロだからさ、女の子そこに行くじゃ疲れてるからもうここもう寝かしてくれって頼むから、女性が頼むからもう俺下ろしてくれっていうホテルですよ。はい、全く違うんでびっくりしました。お、いいですね、いいですね、はい、私はまずですね、はい、一番最初、はい、集合18時。ああ、クリスマスっぽいですね、はい、夕方からね、仕事終わりとか、仕事終わりとかでね、はい、5時ぐらいで終わって18時に
押上駅にしようとします。ああ、なるほどなるほどなるほど。もう分かりますよね。分かりますね。これなんで押上か。なんとなくなんね。押上できたらね。押上かっつったら、はい、もう分かりますよ。スカイツリー。ああ、そうですね。はい。やっぱりベタにスカイツリー、はいはい、でかいもの見ると、はい、もう人間ってもう圧倒されてもうね、はいはい、楽しい気持ちになる。まあまあ。はい、で人ももちろんいっぱいいます。はい、イルミネーションでいろいろ色々なれてる。スカイツリーはクリスマスの、うん、仕様になってます。はい、でこのまま浅草散策です。はいはいはい、はい。あの感じがね大好きなんですよ。なるほど。うん。クリスマスですよ。いやいやクリスマスだからいや人もいますし、うんうんうん、クリスマスな感じの浅草もいいんですよ。なるほど、はい、浅草とクリスマスは真逆ですけど、ね、なんであなた文句言ってくるんですか。場所的にはすぐ近くですからね。そうですね、まあ、歩いて移動できるんですよ。浅草まで移動しながら歩いて移動しながらですよ、はい、夜ご飯モンブランでディナーします。出た。何モンブランって。出た。もう老舗のね有名なね洋食屋さんがあるんですよ。へえ。これ昔からある浅草にですね。浅草にあるんです、はいはいはい、これ2店舗あるんで、はい、まあどっちか予約とか取っといて、はい、行きますと。なんなら昔からある洋食本当にそう、あのおじいちゃんおばあちゃんとかも愛されてるような、はいはいはい、ここ大好きな味を、はいはい、まあ連れて行きますと。はい、はい、ディナーを食べます。で持ってディナーご飯食べた後は押上駅から新宿の方へ。お、ちょっとそれはちょっと移動させていただきます。電車なんですか。電車です。私はもう車のドライブ。ドライブ。いやいや、やっぱりね、あの背伸びはします。まあ、逆にそのクリスマスの車って混んだりもしますから。そうなのよ。時間がすごい読めなかったりもするから。電車はね。そう、意外に電車は行く時もあります、もちろん。そこはデートの醍醐味でしょう。なんかすごいモテる感じ。モテる言い方してますけど。いや、私は電車派なんです。電車でね、まあ時間は読めますからね。移動して、まあ言ったら浅草橋で乗り換えて、はい、そう乗り換えはいいですよ。そう、浅草から総武線に乗り換えます、はい、で新宿へ向かいます。そうすると楽しくトーク盛り上がります、うん、はい、わーって、あ、着いたよ、この駅で降りようって、はい、降りて、あれ間違えて代々木駅で降りちゃった。うわ、やば、見え、うわ、もう見えちゃったよ。あら、間違えた。やば、間違えちゃった。この間違えるのやば。ごめん、はいはい、ごめん、間違えちゃったわ、代々木駅で。あ、でも、まずいな、新宿駅近いから、うん、一緒に歩こうかと。なるほど。ちょっと夜風感じながら歩こうかと、はい、いうところで、イルミネーションも多少ね、こう、うん、まあ、あの代々木駅降りたらあるかな。ないか。ないですよ、あそこは。ないんだよね。学生しかいないんですから、ね。うん、学生街だし、ちょっと田舎っぽい感じなので、はい、まあ、でも新宿駅まで歩こうかって、はい、まあ、俺、道わかるから、はい、で、歩いていきます。本当にね、10分ぐらいで新宿駅着くんですよ。歩いて、はい、歩いている途中に、歩いて新宿へ行きます、はい、途中になんと、新宿大イルミネーションツリーが発見するんですよ。あ、これあるんですよ。え、なんすかそれ。あるんです、新宿駅。南口の方ですよね。そう、南口。あの、新しいところですか。そう、スタバとかがある方に、はいはいはい、サザンテラスとかあっちの方ですね。サザンテラスとかあっちの方に行くと、はい、その抜けてくと代々木なんですよ。わかります、わかるでしょ、はい、かります。だから逆から来て、はい、ここ近道なんだっつって、はい、踏切の前を階段トントントンと上がって行くと、はい、でっかいツリーが立ってるんですよ。ツリーもあって、しかも下とかもこうね、ライトアップされて道しるべができたりしてる。そうなんですよ。本当にちょっとした距離なんですよ、うん、でもこれがあって、ツリー撮って発見して写真撮ったりして、でその後、まあね、これね、私ちょっとまあ理想はね、長野フルーツパーラー新宿にある、はい、こちらもしくは果実園っていうところがあるんですけど、こちらでね、あのケーキ、すいません、果実園も閉店します。そうなんですよ。今その分かってますよ。建て替えです。建て替え。分かった、すいません、分かった。でも美味しいですよね。美味しいんですよ。めちゃくちゃ美味しいました。これね、23時遅くまでやってるんですよ。めちゃくちゃ美味しい、ここ。そう、美味しい。これもね、あのパフェとかめちゃくちゃ高いけどね、でも美味しいですよ、ね。美味しいんだよ。パフェが4000ドル。そうする。するんだけど、やっぱりクリスマスだからね、クリスマス仕様のものも出てるから。はい、3人知ってるんかい。でもね、閉店してるのも知ってる。めっちゃ美味しい。美味しい。で、遅くまでやってるから、本当はここ。はい、でもやってませんよ。やってない。で、高野フルーツパーラーもう8位とか早いんですよ。隣のベローチェン来てください。いやいや、ありますけどね。だから、まあちょっと、はい、そのまま、あ、じゃあ、あのケーキ買ったからちょっと家でケーキでも食べる。うわー、やばーって言って、私新宿済みなので、ほら、はい、代々木で降りるからやばいと思ってたんだ。だって歩いて行けるんだもん。そりゃそう。いや、だって自分のやっぱり知ってる範囲のところを、ね、背伸びせず、あのやっぱり行きたいんで、プレゼンしたいんで、家でじゃあケーキでも食べようか、どうっつって、はい、買ってるからみたいな、はいはい、感じで言ったら、そこにプレゼントを持っているわけですよ、はいはい、なるほど、ね、準備してます、はい、もちろん言ってはないですよ、はい、で来てケーキ、やって、ね、あのうち来て、あのね、まあ、ろうそくとかもちょっとやんのかな、はい、分かんないけど、でこうた食べながら、あ、実はそうだ、プレゼント用意しちゃうんで、まあ
そうですね、やっぱり大人なので、はい、シャネルのクリスマスコフレでもちょっと、なるほど、何かしらこうやっぱ使える、はいはい、そんなに高くない、はい、コフレって何ですか。化粧のもの、何でもこうじゃああるじゃない、いろいろの中のなんか1個、はいはい、1個そんなね、あの高すぎず、はい、その重荷にならないようなもの、はい、アンドってこれちょっと消してますけど、アンドちょっと、はい、フルーツポンチとかどうですか。フルーツ、なるほど、みんなでね食べるんですね。そう、ここのねお土産洋菓子店の、はい、この包装がすごい可愛くて、はい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 、あのいいやつがあるんで、これあのもしあれだったでプレゼントで持って帰ってもらうのに、ここで食べてもいいっていうところで、はい、私は2つプレゼントを用意します。なるほど。1つだとちょっと、もし外した場合というか、はい、そういうのを考えて2つ用意して渡して、はい、いい雰囲気になった時にダク、うわ最終的にしちゃった。ダク、このゴールインでやらかしちゃってたんで、今、うん、やらかしちゃってます。もう後には引けなかったよ。あなたがやらかしたの見たけど、私はもう自分で行きましたよ。もう耳が全員の無駄な時間過ごしたなっていう表情見てくださいね。女性陣の、うん、全員斜め下向いてましたね。呆れ顔が呆れてましたよ。すごい呆れ顔が。なるほどね。まあそういった、クリスマスですから、はい、そういうチャンスはもしかしたらデートうまくいけば舞い込んでくるかもしれないというのは確かに。ここは一応お二人ともね、頑張って。それは男ですから。男ですからっていう。まあこれはありなしにして、はい、女性もこれ待ってますから結局。そうそうそうだと思うんですよ。そこまでアイパーさんはプレゼントは、はい、ちょっと言うの忘れましたけど、もちろんやっぱりプレゼントと言ったらティファニーのオープンハートでしょ。背伸びした高校生が渡せティファニーのオープンハートをプレゼントします。10代のやつ渡せ、絶対重いってか嫌だって。絶対ティファニーのオープンハート。10代のやつからアルバイトいっぱいして金貯めた時に初めて買うプレゼント。プレゼントと言ったらそれでしょ。絶対嫌だって。じゃいいものよ、いい素敵な商品ですよ。もちろんね、それはもちろん、はいはい。吉村さんのやつは、でも本当にだから、すべてが、もう、きしょっ。え、こうからすると、あれ、やってるすべてがきしょいですよ。きしょかった、はい。まずその、一発目スカイツリーでしょ。スカイツリー。もう逆にしますよ、だったらもう、浅草で、ディナー食べたで、押上から、浅草行って。押上戻ってるわけですから、だったらもう浅草待ち合わせの、食事をしてから、流れで、ディナーに来る。だから全部が、やってることはいいんですよ。いいんですけど、全部が、なんかわざとらしいですよ。全てがその、スマートじゃない。あ、そこはごめんなさい。はい、その逆の方がいい。そう、だからあとその、代々木で降りるのも、はい、ちょっと水捨て場所あるから代々木降りるよと。しかもその、間違えたとこやるから。一緒に。嘘だ。間違えた。まあ、あくまでも吉村さんの大好きな彼女とかだったら長く付き合ったとかだったらたまにそういうサプライズも喜ぶかもしれないけど、最初からおじさんのそれ気性よ。サプライズが気性に、はい、そうそうそう。そんなって偶然の感じで、うん、じゃあちょっとこの家だから行こうかって言ったのに、うん、もうケーキとプレゼント用意したんでしょ。確かにね。それは気づいて、確かに。それはもう最終的に抱くんでしょ。もうそれ見合ってやっとなっちゃう。間違えたと思ったな。恥ずかしくなりました。やっちゃってるわ、全部やっちゃってるわ。まあただね、ただまあそう、男の、そうあくまでも僕の意見ですから、はい、これは今のあくまで僕の意見だとして、うん、本当に今女性の方にそうそう今のいいと思ったら本当に言ってください。それはなしで、あくまでも抱くとか最後の本当になしでいいんで、うん、それはもう僕としてすみません、そこはうん、そうだからね、その家でケーキを食べてたりプレゼントもらうとこまで、うん、宮勝ダムに行くところまでで、はいはいはい、判断してもらいたいなと、はい、アイパーさんのはちょっと今までドライブデートっていいことしか聞いたことなかったんですけど、うん、ちょっと今後気をつけようかなって。そういうこと気をつけようかな。男性からドライブデート、やばいやばい、こういう危険性があるんだと。5時間ぐるぐる回ることがあるんだと。長すぎる、連れ回されるテクニックです。ちょっと長すぎ。ああ、だって新宿スタートして5時間ぐるぐる回って、どこ行くのかなと思ったら横の表参道行くでしょ。でその10分で行けば10分で。その後まだ横浜まで移動するんですよ。その道中が楽しいじゃん。いや、あ、恋したことないのかな。あんたよりあるわ。あんたより何倍もあるわ。なんか目的地あってのドライブは確かにすごい好きなんですけど。うんうんうん、ぐるって待ってまた戻ってくれてちょっとなってごめんなさい。まあイルミネーションで何個までだったらいいですか。多すぎる。1日の一夜のイルミネーションは
表参道の都内から横浜とか神奈川行くのはちょっと無理。表参道渋谷ぐらいってまだ、うん、まだ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 その流れぐらいったら次どこ行くか言わないよ。次もイルミネーションだと思わせないよ。でも余裕なんだ。でも今聞きました、表参道から渋谷止まるじゃないですかね。その横浜やらって言ったけど、その後宮ヶ瀬でももっと遠いそう相模原の山奥まで行くからダメなんだ。そうか、わかりました。どうでした。長いです。長いね。あ、1日がね。で、しかも多分アイパーさんがやりたいことって夕方以降に多分詰め込まれてる。まあもちろんもちろん。最大2つ目として頭の5時間でクタクタなのよ。移動で話したいのは多分赤レンガからその一番最後のところで話せるし、ご飯でも話せるし、でも疲れてきちゃうかなって思いますね。そうかそうか、最初にね、ティファニーのオープンハート言っときゃよかったっすね。いやそれ後付けみたいになっちゃったからやめでしょ。いやそれ何のオープンハートそんなに力ないですよ。それはもう亡き者となってる皆さん。ご飯食べた後からのダムはちょっと怖いかもしれない。沈められそう。やかましいわ。でも本当に宮ヶ瀬さんもめちゃくちゃいいところなんですけど、そうでも本当に山道で真っ暗なところを30分ぐらい通って、はい、本当これ連れてかれんかと思ったら山の中にすごい綺麗なのがあって、すごい目的地はいいけど行くまでだから本当怖いですよね。言わないで、確かに言わないで、本当に真っ暗な山道連れてかれるんで。どうでした吉村さんのは。全体的に私はすごいいいなと思ったんですけど、多分20回ぐらい同じこともしてると思う。ああダメって言った。それダメだよ、一番ダメだよ。前の彼女もしてたんだろうなみたいな。うわ鋭い。確かに鋭いじゃん。絶対してるし ねやばいな。確かに。いやいや、そんなことないですよ。その自分の中で絞り出したものですから。そんなことない。洋食屋のモンブランと か大宮のフルーツポンチとか全部決まってたもんね、名前がもう。でフルーツポンチでいいのに、どこどこのって決まってたもん。確かに。プレゼントも一緒に回されますよね。それを感じちゃう。喜ばれるかなと思ったんですよ俺。でもプラン自体は悪くなかったと言ってますから。私もめちゃめちゃプランいいなと思って、はい、すごいいいって思ったんですけど、はい、今の気も聞いて、あ、騙されないようにしなきゃって。ちょっと逆に、この経験がなければ、だからこういう人もいるってことですよ。そうだね、はい、うん、何でも聞かなかったらよかったんですよ。そういうことです。自分の中から出しただけですか。吉村さんめちゃくちゃいいです。私多分浅草とかスカイツリーとかめっちゃいいんですけど、さっき井口さんが言ったみたいに、なんか代々木で間違えて降りちゃったのを別に演出しなくて、なるほど、頭知ってるから一回ここで降りようよとか。あとその流れで帰ったのに確かにプレゼントあるのもちょっと怖いかもしれない。まあまあ、忘れてくる日だったんだかもしれない。すべての演出が最後のあれ無駄になる全部。でもね、このいい好意見もありました。結構良かった気がするな。なるほどな。盛り返したから。はい、ということで、はい、ね、デートの服装とプラン両方聞いた上で、はい、今後の感想を聞きましたけど、はい、トータル、はい、トータルでどちらとデートしてみたいか。うん、なるほど。ちょっと聞きましょうか。大体どちらかを選んでもらえるんですね。はい、吉村さん。あ、オッケー。吉村さん1票入りました。ジャイ、まあまあ、これはデートが強かったみたいですね。そうです、プランがやっぱり良、ね、かったんでしょうかね、うん、これは、はい、続いての方。あ、もうアイパーさん。あ、あー、吉村ないわみたいな。お前はないよっていうのくらい早かったですけど、ね、バランス考えてない。いや、の最後の芸人さんのね、やっぱ仕事してっから。オープンハートね。確かに彼女には服装もハマってなかったし、そうそう、ね、デートプランももう毎回やってるって言って、もう全部否定されてましたから。確かにね。それはそうだと思いました。彼女とも間違えることはございません。わかりました。で、今ね、しょうがない。1対1、よし、最後のね、あちらの社員さんで決まりますので、はい、お願いいたします。吉村さんです。服装は着替えればいいだけの話。服装はもうおとなしい格好で行くだけや。どうですか、感想は。はい、もうシンプルで嬉しいです。あ、やっぱプランは大事ですからね。プラン大事です。マジ、うん、ちょっとアイパーさん、ちょっと勝てると思ってたでしょ。勝てると思ってた。
勝てると思ってたよ。ドライブ楽しいし、イルミネーションなんか好きだし、みんな。正直服装の時点ではちょっと勝ってましたもん。そうだよね、ちょっとね、ちょっとだけね、勝ったね。皆さん頷いてます。それを大きく覆すデートの長さ。おい、なんだ最後の吉村さんって言ったやつ。あいつ、あ、なんだ、あの結婚もできねえぞ、あんなやつ。でも、減らず口がもうそこでそれがもうこれあれじゃない、吉村さんのは、うん、マジで嫌なやつあったかもしれないけれども、うん、デートでしちゃう、デートでしちゃうね。アリファーさんのはもう拉致です、あれは。拉致って言わないよ。もう長時間の旅行、旅行12時間連れ回すっていうね。そうか、はい、これがですね、はい、クリスマス24日にアップされますので、はいはい、本当に24日じゃどうだったのかっていうのを、そうですね、また発表してみます、ね、あとでね、はいはいはい、現在進行で恋愛続きますからね、はい、今頃ドライブしてるのかな、安全運転でお願いします。服は変えてね。じゃあそれでは皆さん良いクリスマスを、せーの、メリークリスマス。幸せにならんよ。中間報告会。これはアイパーの状況も俺聞いてないんですよ。女性とのやりとり下手っていう。